今日も城ヶ島にやってきたんですけど、先ほどまでね、南、南西、この辺りの風がかなり強く吹いてですね、それの影響でまだ波が残ってるんですよね。なのでひな壇あたりはもうね、誰もいらっしゃらないですね。みんな静かなところに避けながらやってますけども、僕もいつものねこの場所でやりたいんですけど、時折波がまだかぶるようなので、ちょっとこの東の入りの、まあ、これワンドですね、この辺りでちょっと様子見て、これから潮が下げていくので、潮が下げてからもしかするとあそこの場所に移るかもしれない、ね、今まだそんな状況ですね。風はもうこの場所だと背中から受ける形になるので気にならないんですけど、やっぱりまだね波気残ってるんで、万全第一でやってみたいと思います。よっしゃ、では一投目行ってみましょう。はい、仕掛けがですね、針がグレバリの6号、ハリス 1.75 号を一ヒロ、浮きは00号ですね。誘導も一ヒロ、1メートルぐらいですかね、取ってます。今ちょうどこちらの向きから風が吹いてますね。若干向かって左に流れてますね。湾の中に入ってくるな。ここはこう根がねこう張り出してるんですよね。こんな感じで、なので根の際ぐらいまでですかね、流して、うん、これはないですね。まだ丸々残ってる。ここ当たりですね。当たりましたよ。あれは間違いない、当たりに持っていけ。当たりなんだけどな。よし、当たりそう。何見えてるか。よし、当たった。よし、当たりそう。何見えてるか。よし、当たった。おっ。バラすなよ。慎重に行こう。よし、な、来い。よし、行ってこい。よし、ネジだ。よし、とりあえず一枚釣れればほっとした。なかなかいいサイズですよ、ら。まあまあ大きいです。
37ありますね。浅くまで浮いてくるんで、もう浮きは固定にしますね。もう浮きのメイト、浮きの頭にくっつけちゃいます。ねえ、やばい、浅く取られなかった。寄り戻しの30センチ下にジンタの7号1つ落ちます。これで浮きごと沈めて、ちょっと深くまで探ってみますね。これは当たりですね。当たりました。メジナであれよ。メジナだよね。慎重に。そこに根があるんで、根がある。やめろ。そこはやめろ。よし。よし、来た。唇、皮一枚か。おい、ちょ。よし。やった。二枚目来た。これもなかなかいいサイズですよな。針外れてる。危ね。針外れてましたよ。これも、これも35ちょっと過ぎたぐらいですね。36に届かないぐらい。してるんで、ちょっとサイズアップしてる。よしよし、サイズアップしてないか。サイズアップはしてないですね。あ、よく引いた。よっしゃー。
ほら。針もいいとこかかってますよ、これ。33ちょっと過ぎたくらい。こちらなら風を背中から受けて釣りはできるんですよね。どうすかな、迷う。向こうでもうしばらく粘ってみますかね。もう少し向こうでやってみましょう。さてるさてる、よしよしよし、もう少し行け、もう少し行け、もう少し行けよ。よっしゃ、よし乗った。あ、外れた。マジか。なんかいまいち動きがわかんないな。よし、さっと、さっと、乗れよ。よし、乗った。はい。よし、さっと、さっと、さっと、乗れよ。よし、乗った。はい。レジナ、来いよ。今度は取るよ。これは散策したでしょ。うわ、寝に行くよ。うわ、寝に行く。思いっきし寝に行く。頼む、そこさえしのげば。よしよし。よし、来た。はいはいはい、よしよし、よっしゃー、久々、よし、これもいいサイズですよ。らねえ、35ですね。あれ、よっしゃ。
来てくれたよ。よし。よし、よし。よし。うん、これは。大丈夫だな。よしよし。ぽいな。よし、はい。サイズアップしたかも。サイズアップしたっぽいですけどね。太鼓もあるし、サイズアップしたか。36ですね。36センチ。走るんだな。ああ、脱げた。いやー、下手くそっすねー。ダメっすね。餌全く触らない。ちかばちか向こうに移動してみますね。だ、重い。ゴマセが重い。よし、強い。めっちゃ食べられよ。